おざっす。今日はですね、楓の1番 KED のナンバー1触っていきます。 KED のナンバー1なんですけど、うちの棚10センチの樹高を目指して盆栽作っているんですけれども、この KED の1番というのはね、10センチをはるかにオーバーしている約商品サイズ、20センチにはね満たないんですけれども、商品サイズクラスの楓の盆栽となっておりまして、で取り木かけようかなと思って入手したんですけれども、その取り木かけてしまうと足元がねもったいないなと思って、このまま商品サイズの方がかっこいいんじゃないかっていうところで、ずっと取り木かけるのを躊躇していたんですけれども、やっぱりねうちの棚10センチをやっぱり目指していこうというところで取り木かけようかと思うんですけれども、今は取り木の時期じゃないので、来年の3月になったらかけようかなと思って、今日は前葉刈りだけやっていこうかなと思っております。前葉刈りやった後に取り木かけるポイントとか見極められたらいいかな、見極められるんだったらそこに軽くラインとか引いてねチェック入れといて、来年の3月に取り木かけるといったことができるといいかなと思います。はい、じゃあそんな感じでやっていきましょう。はい、じゃあ早速こちらのアングルでお送りいたします。持ってきたのは楓の1番 KED のナンバー1でございます。とはい、こんな感じの樹形になってて、一応正面はここね、足元立ち上がりから見ると正面はここなんだけれども、中の方を見るとね大きく2つに枝分かれしていて、ここあたりが綺麗な正面なのかな。枝分かれの部分だけ見るとね、立ち上がり見るとここが正面なんですけど、枝分かれ見るとこの辺が正面かなといったところで、2つに分かれてその先で細かい枝が展開している状態です。とこんな感じ。紅葉もだいぶ進んできましたね。めっちゃ綺麗、赤と黄色が混ざってる感じですね。で紅葉も終わりかけて、もう葉っぱもだいぶ散っちゃってますね。はい、散り始めといったところ、ぐるっと回して裏に回るとここに大きな傷が1個あります。これがね肉巻きもあとほんのちょっとなんですけど、もう一息といったところかな。肉巻きしてるとこって根っこ出んのかな。出るよね。この辺で取り木かけようかなと思ってるんですけど、はい、こんな感じになっております。枝数は豊富ですね。かなり枝の量は混み合ってて十分な枝数はあります。でこれの樹高が今どれぐらいかっていうのを測ってみましょう。じゃん、14.5センチぐらいですね。15弱といったところ。でこれを10センチ以下に抑えようとすると、上を切り戻すんだったらもう今ある枝ほとんど使えなくなっちゃうんですね。わかりますかね。でこの6センチぐらいの位置から左に伸びてるこの枝くらいしか使いようがないといったところで、さすがにねこんだけの枝落とすのはしんどいぞというところで、足元を生かして上を切り戻して10センチを目指すっていうのはちょっと辛いかな。なので取り木をかけて10センチ目指していこうかなと思ってるんで、まあ上は切り詰めて切り詰めて10センチこの辺りになると思うんで、まあ最低でもこの辺まで、このメジャーの先あたりですね、この辺で取り木かければ10センチクリアはできるよと。この辺りかな、この辺りで取り木かければ10センチクリアはできそうですと。ただこれでここに取り木かけたところでいまいちな樹形にしかならないんで、まあこんな感じかな。もうちょっと上でちょっと細くなっちゃうんですけどね、まあ、斜めにするとか、まあ、こうやるとか、まあ、その辺も考えつつ、どう取り木を取れば一番いい形の樹形になるかっていうのをちょっと今日確認していければなと思っております。はい、そんな感じの楓の1番。こいつもね最初は取り木かけるつもりだったんですよ。俺ここで取り木かけるぜとか言ってそういうつもりで買ったんだけど、見れば見るほどね足元がもったいなさすぎてね、立派な足元、このぶっとい足元ね、これ取り木この辺でザンってかけてね、ちょっとしたちっちゃいミニカエで作ってしまうのは簡単なんですけれども、ここまで来るのに何年かかったんだろうとか、そういうことを考えるとね、この足元単純に捨てちゃうっていうのがもったいないなと思って、ずっとね取り木かけれずに、むしろもうこのまま作っちゃおうということで針金とかもかけてたんですけど、やっぱりそれはいかんと、10センチ未満を作ってなんぼだろうと、このチャンネルはと
ということでね、こいつも取り掛ける決心ができましたということで、一応ねマジックも持ってきたんで、今すぐは取り掛けないんですけど、取り木の LINE をねこう書いてあげて、来年もここで取り木するぞという意気込みをね見せようかなと思っております。そのポイントが見つかればですけどね、はい、今日はそのポイント探し、まあなかったら、ポイントが見つからなければまあちょっとラインを引くのは後回しにするといったところで、まずは前剥がりからねやっていきましょう。ピンセットあるけどこっちがいいな、葉付きのピンセットじゃんと、はい、楓もみじはこの葉付きのピンセットで剥がりした方が楽だよというところで、まずは手で取れる分はね取っちゃってもいいと思うんですけど、あーこれわあめっちゃ取れる、これフーってやったら取れるんじゃないかな、結構フーって やってみようか。はい、息を吹くかけるだけでだいぶ吹っ飛んでいきましたね、はい、かなり時期は落葉の時期は来てるみたいで、ふーってやってもいいんですけど、ふーってやると棚葉汚れちゃうんで、残りはピンセットでちまちま取っていこうかなと思います。じゃあ前剥がりやっていきます。はい、前剥がり完了しました。こんな感じですね。これ裏か、こっちが正面かな、で元の正面ここで、枝的にはこっち正面かなといったところ、上から見るとこんな感じ。枝抜き傷大きいのもいくつかありますね、だいぶ改作に改作を重ねてこの姿になったんだなというのがわかるかと思います。こういうとことかね、こういうとことかね、でっかい枝ついてたんでしょうね。ここもそっか、もっと樹高も高かったんでしょうね。かなり低く抑えて、でそっから枝がどんどん出てきたといったところで、わあ立派だな、足元立派っすよね。これがねちょっと捨てがたかったんですよね。ただそうこう言ってるとやっぱ時間もかかっちゃうし、ミニ盆栽はねいつまで経っても出来上がらないんで、まずはちょっと根っこの処理だけやらせてもらいます。はい、根っこ切り戻しました。で足元も一応掃除しとこうかな、足元掃除しますね。はい、足元掃除しておきました。一応ね足元見ときたかったんで掃除してみたんですけど、こいつはザはそこまでがっつりあるわけじゃないですね。もう少し掘ったら出てくるのかなという気もするんですけど、ここすごいね、ここ粘りが少し出てできつつある。あとここね、左右はすごいけど前後はそこまでっていった感じですね。取り木かな、そんなことないよな。時間かけてこの座を作ったにしてはなんか左右だけ伸びてるね。もともと小さい鉢に入ってたのかな、ちょっと分かんないですね。年数はだいぶありそうだけど、ただここからここってすごいですよね。何センチぐらいあるんだろう。こういうことやってるとね足元捨てれなくなっちゃうんですよね。だいたい7センチぐらいありますね。すげえなこれ、こういうの見ちゃうとね足元本当に捨てれなくなっちゃうんですよね。であとはどこで取り木かけるかっていうとこなんですけど、足元捨てたくないからっつって、例えば回し継ぎとかここに枝ついておいて、この枝を生かしつつ
取り木をかけるってことをやれば、まあ確かに下はね足元使ってまた小さいの作れるっていう算段もあるかもしれないんですけど、それやっちゃうとねまた1年半とか2年とかかけた後にさらに取り掛けるっていうので、まあ、だいぶ時間かかっちゃうんですよね、出来上がりまで。だからねちょっとね悩みどころなんですけど、足元を完全に捨てて、まあ、上だけで作るった方が早いっちゃ早い。でまたここに枝ついたところで下ってまたでっかい傷跡できますからね、それが治ってうんぬんかんぬんってなると下で足元だけで作り直すっていうのはハイパー時間かかるんで、もう10年以上コース確定なんで、そこまでして下を残したいかっていうところが判断ポイントかなと思いますが、まあ、とりあえずねうちは上取り木かけます。で下はねもうバシンって切った後にもし胴吹きしてくるんだったらまあ生かしておこうかなっていう感じ、もししなかったら枯れるようだったらまあそのまま枯れてるんだから廃棄するしかないんですけれども、そういう感じでいきたいなと思っております。でどの角度で取り木するか、例えば、まあ、素直にいくとこうですよね、こうこの辺で取り木かけるってなると樹高がどれぐらいになるかっていうと、この辺りで取り掛けてギリ10センチですね。まあ上はね爪用があるんでなんとかちっちゃくできると思うんですけど、この辺で取り掛けてやっと10センチか。なるほどね、こうこの辺りで10センチです。なんかいいポイントがねあればいいんですけど、こっから2本取るっていう手もあるんですけどね、こっちはこっちでこう取り木かけちゃって、でこっちはこっちでこう取り木かけちゃって2本取るっていうのもあるんだけど、それだとねボディがいまいちなんですよね、すごいいまいちな形になっちゃうんで、やっぱりここはねこの枝数全部使って1個のミニ盆栽作るっていう迫力のある形を1個取りたいんで、やっぱこうかな、こんな感じで取り木かけてあげれば良くなるのかな。でもしくはもう一つのパターンとしてはこう倒す系ですね、こっちに倒すかで片方1の枝にしちゃうっていうパターン、あとこっちに倒すパターン、こっちに倒すパターンは取りづらいですね、この枝がねこっちにここから出てるんで、こう取り木か左こいつを1の枝にするんだったらもうちょっと下でかけないといけないし、上とのバランスがすごく悪いんでこっち側はありえないかな。でやるとしたらこっちなんですけど、これだと10センチ超えちゃうんですよね、こんな感じか、まあ、これもいいっちゃいいのか。ちょっといろいろ悩んでみたんですけど、やっぱこの辺りがベストかなと思いますね。相関チックにしといて10センチ以内、この辺りかな、こんな感じどうですかね。まあもちろん枝はちょっと上げたりするんですけど、こんな感じで上げていけばね、この辺も上に上げれるんで上げちゃって、でこうか、やっぱこの辺りがいいかな。ここでちょっとライン引いておきます。もうここで取り木かける、来年10センチ未満で作るならこの辺がベストだろうということで引いちゃいます。はい、線引いちゃった。これ消すの大変なんでね、もう取り木かけるしかないですよ。しゃあない、かけていきましょう取り木で、あとはぐるっと一周マジックライン入れていきます。はい、こんな感じでライン入れてきました。ぐるっと一周ですね。はい、取り木ポイント入れてきました。これで後戻りはできません。で一応ここに傷あるんで、ここねさすがに肉巻きしてない部分は発根望めないんで、ギリこの肉巻きの上の部分ですね、ここを通せるぐらい、まあ、この傷跡の兼ね合いもあったんですけど、この位置に決めました。来年取り引かけてこの形でミニ盆栽できたらかっこいいですね。すごいですねこれ、やっぱ枝数大事だな。こんだけ枝あるとね迫力がありますね。ここで取れたら素晴らしいんじゃないかなと思います。で3月環状白皮して、可能であれば6月外し、ダメだったら9月まで様子見る。で
切り離してみて、その後下が胴吹きするようだったらこの足元も生かして使うっていう感じにしてみたいと思います。はい、じゃあ今日の作業はここまでですね。楓の前剥がりをして、環状剥皮のラインを決めておきましたと。 KD の1番、こいつもミニ盆栽になったらいいっすね。ミニ盆栽の有料素材がどんどん増えていく。はい、今後が楽しみでございます。じゃあ以上です。終わった。ちょっとね、なんて言うんだろう、この楓の一番ずっと足元かっこよすぎて、取り木かけるのずっと躊躇してたんですけど、一応ねこの姿いっぱい楽しませてもらったので、もうちょっとねうちの方針にのっとってミニになってもらおうかなと思います。うまく発根してくれるといいんですけど、発泡粘りで、まあ成功するまで何度も繰り返しますけれども、枯れない限りは頑張ってミニ盆栽目指してやっていきましょう。はい、じゃあそんな感じで本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さん盆栽楽しんでください。バイバイ。